どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねヒルトンハワイアンビレッジの前にいます。まあ、今さっきねチェックアウトしてこれからですね飛行機に乗って今回はこのアメリカハワイからですねアメリカロサンゼルスの方に行きます。まあ行くって言っても乗り継ぎで行くんですけども、まあ、今回ですねこのハワイからロスの方にね行くフライトレビューっていった形になります。で今回なんですけども利用する航空会社はユナイテッド航空ということでビジネスクラスがね取りたかったんですけども残念ながらですね前日までね切り替えお願いしてたんですけども残念ながらねビジネスクラス取れないということで今回ねエコノミークラスでこのハワイからねロサンゼルスにユナイテッド航空のエコノミークラスで行くっていった形になります。で今日のフライトはですね夜の10時なんですよね。はい、夜の10時ということでかなり遅いですよね。で夜の10時 でチェックインできるのは多分3時間ぐらい前なんで多分7時ぐらいからだと思うんですよね。で今1時なんでまだ6時間ぐらいねチェックインの時間までありますんで、まあ、早くてもねここを5時とかね4時とか、まあ、そのぐらいに出ればね十分ぐらいの、時間になりますんでちょっとね今から行くのは早すぎますんでひとまずねちょっとロイヤルハワイアンセンターでちょっと昼食、まあ、お食事をいただいて、まあ、それからですねちょっとゆっくりして空港の方ね向かおうかななんていうふうに思っておりますのでひとまずですねロイヤルハワイアンセンターまでバスに乗ってね行きたいと思います。ということで行きましょう。いや本当にこのヒルトンハワイアンビレッジねちょっと渋い部分もありましたけどもやっぱりねほぼほぼこの中でね住むっていうのはね本当に楽ですよね。はい、ちょっとどんな感じなんだろうと思って来たんですけどもめちゃくちゃ良かったですねでもお水は無料にしてほしいなっていうところですけどもいや日差しやばいですね。朝方はですね全然むしろちょっと肌寒いぐらいまであったんですけど今はめちゃくちゃ暑いですね。でハワイの空港にはですね残念ながらシャワールームがないんですよね。有料だったらあるのかな。ラウンジの設備としてはねないんですよね。ですんでシャワーを空港で浴びれないんでもう汗だくになったらもうそのまま汗だくのまま行くしかないみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。はい、ということで、まあ、ひとまずですねロイヤルハワイアンセンターまでバスを乗り継いでね行きたいと思います。ではもうここはねバス停なんでバス待って行きたいと思います。ハロー、ロイヤルハワイアンセンター。 Thank you。 では乗りました。しばらくいられていきたいと思います。ということでバスを降りてですねハワイアンセンター行こうと思ったんですけどいや荷物めちゃくちゃ重いなと思っていやこのまま行くの辛いなと思って思い出したんですよね。こちら JCB の JCB プラザラウンジ、あここあると思ってちょっとね手荷物預かりね聞いてみたんですけどもここね手荷物預かりね無料でやってくれるみたいなんですよ。これはめちゃくちゃありがたいですね。ということなんでもう身軽になってねもうリュックもスーツケースも預けて、ロイヤルハワイアンセンターね行きたいと思います。いやこれはマジでありがたい。 JCB カードをね持ってれば誰でも利用できますんでねハワイ来る方は絶対持ってきた方がいいですね。はい、まあタイミングにはよると思いますけども一服するだけでもね結構いいと思います。お水とトートバッグもらえますんで。はい、ということでロイヤルハワイアンセンターでマサラダでしたっけドーナツみたいなのねいただきたいと思います。ということで行きましょう。いやこのお店も、まあ、このお店ってこのあれ自体も昔はめちゃくちゃ人がいた思い出があるんですけど全然人いないですね。こんなに人いなかったっけっていうぐらいいないですね。もうここのスタバとかも午後ちょっと過ぎると確か閉まりましたね。昨日とかもう3時ぐらいに来たらもう閉まってましたからね。ということでロイヤルハワイアンセンター行きましょう。どっからが楽かな。そこでいいですかね。おお、一気に飛んだ。やばいですよね日差しの強さ。めちゃくちゃ暑い。あ、もういいですね日陰で。青になるのここで待ちましょう。今回こちらですねロイヤルハワイアンセンターで今回ももちろん D ポイントで支払えるお店に行きます。お店がねなんていう名前だったかな。ちょっと後で調べて出しておきますね。はい、あやばい青だ。あと10秒。こちらですね。どうしようかな。いや本当はそのマサラザってドーナツみたいなもんなんですよね。ですんで
食事にするっていうよりかはデザートみたいな位置づけだと思うんですけど、いや荷物が重いんでね、もうここだけでいいやと思ってたんですけど、もう荷物もねなくなって身軽になりましたので、むすびカフェでお弁当食べましょうかね。はい、ということでむすびカフェ行った後にマサラダでしたっけ、はい、ドーナツ行きたいと思います。いや今日めちゃくちゃ空いてるな。今日月曜ですか、こっちは。昨日まで土日だったかな。いや昨日月曜だったな、たまたまですかね。はい、ということでむすびカフェまでちょっと歩いていきたいと思います。それでは到着しました、むすびカフェ行きたいと思います。まあ、この前行きましたんでね、細かい説明は省きてお昼を買いましょう。ということでサーモンイクラ丼にしました。めちゃめちゃ美味しそうですね。はい、蓋開けた方がいいね。これが18.95 ドルなんで、まあ、1800円ぐらいですね。はい、あのポイント換算で言うと、まあ、普通に買ったら多分2,300円いくと思うんですけど、まあ、それとねちょっと足りないかなと思ってスパムおにぎりの、これは前回食べたのと一緒ですね。はい、ということでいただきましょう。ちょっとこれを食べ終わった後にねマサラダいただきましょう。いや荷物預かっててくれるって本当にいいですね、ありがたい。ではいただきます。いただきます。うん、いくらだけいってみます。めっちゃプチプチしてて美味しいです。まあ、多分これハワイのなんですかね、ちょっと分かんないですけど、でもめちゃくちゃ美味しい。正直これハワイで 18.95 ドルだったら結構安い方だと思うんですけど、そうでもないかな。いくら結構乗ってます。このサイズだったら日本でも 1,000円は超えそうな感じですね。いやめちゃめちゃうまいですね。あのむすびカフェにこういったあのいくら丼とかね、そういったものがあるって気づいてなくて、なんかいろんなメニューあるなと思って、あの丼物を見てたら牛丼とかもあるんですけど、まさかのいくら丼もあるっていうねいやこれ D ポイントで払えるんだったらちょっとねいいんじゃないでしょうか。めちゃめちゃ大満足ですね。それではロイヤルハワイセンターの2階に参りました。あれですね、マラサダでしたね。はい、失礼いたしました。じゃあのペニーズマラサダっていうねお店が D ポイント対応しているということで、こちらで買っていきたいと思います。じゃじゃん、こんな感じです。ポルトガルかなんかの揚げパンみたいですね、はい、発祥は。でいろいろねあのアイスが入ってるやつがいろいろあるみたいです。で、はい、ちゃんと出てますね、 D ポイント使えるということで注文していきましょう。メニューが、あ、メニューはあの上に書いてあるんだ。あそこは全部メニューここですね。はい、ということで購入していきたいと思います。ではいただいてまいりました。ちょっとどのメニューにねしようか迷って、まあ普通のやつとか、なんか中にクリームみたいなのが入ってるやつとか、まあもともとクリーム入ってるやつかもしれないですけど、いろいろ悩んだ結果、まあ一番なんか映えそうなんでアイスクリーム入りにしました。今ちょっと手消毒したんで、よいしょ、あ、やばい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 かもやばいかもやばい、はい、いや全然映えてない申し訳ないです。まあちょっとアイスクリーム入りっていうのをね注文いたしました。はい、これどうやって食べるのが正解なんですかね。普通にかじるんですかね。あんまりお行儀良くないとあれなんで、解体して食べましょうかね。パンがマラサダっていうもんみたいですね。はい、ですんでこんな感じでいただきます。これ美味しいですね。うん、なんか名前だけはね聞いたことあったんですけど、初めて食べますけど美味しい。またこの揚げたてとこのアイスっていうのがまたいいですね。でもこのめちゃくちゃ手汚れるんであれですね、お手つきがあった方がいいですね。うん、一応ねあのナプキンはくれるんですけど、ナプキンじゃどうしようもないぐらい砂糖がすごいですね。はい、ということであとはゆっくりいただこうかなと思うんですけども、ちょっとね一緒にアイスコーヒーもいただきました。え、ちょっと、え、ちょっとストロー長くない？いや、ストローのサイズ感合ってないですけど、まあいいか。あ、コーヒーが美味しいです。また
またちょっといつも飲んでるコーヒーとはテイストがオリジナルなのかもしれない、うん、すごいクリーミーで美味しいですということで、あとはゆっくりいただいて、はい、JCB のラウンジでね、何時までいようかな、フライトが10時で多分チェックイン開始が7時とかなんですよ。ですけどもその UA 便で帰る人もめちゃくちゃ多いと思うんですよ。フライトもほぼ満席みたいな感じだったんで、まあ、ちょっと早めに出て3時間前で7時ですんで、まあ、5時ぐらいに出ますかね、うん、ちょっと私も路線バスで帰るっていうのもあるんで、はい、ということなんで、まあ、5時ぐらいまでね JCB のラウンジでゆっくりして2時間半ぐらいですかね、はい、まあ、仕事しつつゆっくりしてバスに乗ってね空港行きたいと思います。ではラウンジ出ます。いや、めちゃめちゃお世話になりました。またねハワイ来る際には JCB カード持ってきたいと思います。では行きましょう。それではバス停着きました。このね、ロイヤルキュヒホホテルの目の前のバス停ですね。あ、ちょっと逆光でねちょっとうまく見えないんですけど、ここですね。私がいたのはこの建物の反対側っていうんですか、まあ、これ途中で、まあ、反対側 の JCB ラウンジ建物にねいましたけども、その本当に反対側の通りにバス停がこんな感じである感じです。そこの斜め左にはねハヤートセントリック、ちょっと映ってないかもしれないですけども、そこに泊まっております。あ、そこにねホテルがあります、まあ、そこの斜め向かいのバス停からですね。ではバスを待って乗っていきたいと思います。ということでバスに乗りました。だいぶ待ちましたね。30分ぐらい待ちましたかね。全然来なかったですね。20分に1本っていう話なんで、まあ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 ちょっと遅れたみたいな、そんな感じでしょうか、まあ、ひとまずねあのエアポート、20番のバスですね乗れましたんで、これでね空港まで行きたいと思います。3ドルですからね、行きは23ドル払ってますからね。まあでも行きはね雨降ってたんで、まあしょうがないですね。ということでしばらくやられたいと思います。Thank you. ということでダニエル K 井上空港に到着しました。ちょっと私はバスの降り場を1個間違えちゃったのかな。ユナイテッド航空のチェックインカウンターはここじゃないみたいですね。ああ、あっちだったね。うん、多分1個早かったのかな、降りたのは。途中で Google マップがね消えちゃってて、まあターミナルだからいいだろうと思ったらこっちじゃなかったみたいですね。多分あれがそうだと思うんですけど、違いますかね。なんか見覚えがある。まあひとまず今あの警備の人に、ね、聞いて、ユナイテッド航空はあっちだよみたいな感じで教えていただいて向かっております。まあひとまずね片道3ドルで来れましたんで良かったですね、はい、あ、メインランドインターナショナルフライツまっすぐって書いてある。今歩いてるのはねこんなところです。とりあえず空港の中入っていきたいと思います。はい、ということで今ねちょうど6時41分なんでちょうどいいですね、はい、3時間前で7時なんで、では行きたいと思います。でもここはもう終わってますけど、コリアンエアとかジェットスターとかのチェックインカウンターなんですね。向こうにユナイテッドとかあんのかな。あ、でも違うか、うん、分からないですね。でもロープがしてあるんで、まあ入るなってことですよねこれは。もうちょっと向こうに行くと結構人がいるんで、あ、でもエアーカナダ、スターアイランス出てきたんでそろそろ出てくるかな。はい、あ、オールゲイツ、この辺から入ってって良さそうだ。では行きましょう。ユナイテッド航空、ということでユナイテッドはもっと奥だとフィリピン航空の人に言われました。めちゃくちゃカウンター暗かったですね。節電ちょっと分かんないですけども、本当に真っ暗でしたけどね。いつもあんな感じなんですかね。ちょっとびっくりでした。いや、早くリュックを下ろしたい。そろそろ入ってっていいかな。
ここはウエストジェットいや、サウスウェスト。いや、出てこないですね。うん、さらに奥ですかね。空港自体が暗いですね。カメラには結構明るく映ってるとかも思いますけど、かなり暗いです、空港の中で。アメリカン航空、アメリカン、一番奥かな。 ANA が出てきましたね。はい、ANA が出てきて、もちろん ANA はもう便終わってるんで閉まってますね。はい、ということで、ありましたかね、ユナイテッド、ありました。ということでチェックインしていきたいと思います。ちょっと見づらいですけども、右上の方にサイランスゴールドのマークがありますね。はい、こちらでチェックインしていただきました。それではナンバー3からセキュリティチェック受けてくださいということで、そちらから行きたいと思います。こちらがね、搭乗券という風になります。本当にね、ペラペラの紙で、すぐ飛んでいきそうな感じの紙ですね。はい、今回は、ホノルルからロサンゼルスまでユナイテッド航空の、残念ながらエコノミークラスでね、行きます。 37A という座席です。ボーリンググループは1番ですね。ということで制限エリアに入りました。 ANA のね、便がもう終わってますんで、多分もう ANA のね、ラウンジもやってないと思いますし、今どっちにしろね、スイートラウンジ閉まってますんで、ユナイテッド航空のラウンジ行きたいと思います。残念ながらですね、もう7時ということで、周りのお店もほとんどやってないですね。うん、自動販売機は稼働してるけど、もうほとんどクローズで、まあ人はまあちょこちょこいらっしゃるぐらいですかね。スタバとかももう閉まってますね。バーガーキングはまだやってんのかな。いや、本当にあれですね、何度来てもこの空港は窓が閉じられてないんで暑いですね。これはね、ちょっと残念ポイントですよね。ちょっと風切り入っちゃうかもしれないですけど、ご了承ください。エアコンがね、効かないんですよ、この空港は。全部がオープンになってるんでね。で、潮風なんてちょっとベタベタすると。しかも、シャワールームはないっていうね、ラウンジに。これね、ちょっとね、どうにかしてもらいたいですよね。前回乗った時もすげえ暑かった空港が。で、その暑い中でもね、シャワー入れないで帰ったのを覚えております。はい、ということで今日乗る機体は多分あれですね、見えますでしょうか、左側に見えてるのがユナイテッド航空777ですね。ダッシュ200だったと思いますね。はい、多分私はダッシュ200乗るの初めてじゃないですかね。で、こちら側にはデルタ航空の、ちょっと機材が分かんないな、はい、止まっておりますね。いやー、景色めっちゃ綺麗ですね。うん、美しい。ということで行きましょう。もうユナイテッドクラブのラウンジは近そう。いや、いいですね。いや、ビジネスクラス乗りたかったですね。これもね、なんだったっけな、242とかのビジ、あ、222だったかな、ビジネスクラスが乗りたかったな。このね、ユナイテッド航空のね、ビジネスクラスっていうのは、まあ、ユナイテッド航空自体がですね、今結構で取りづらい、まあ、私が取った時にね、取りづらいで、それが継続してるみたいな話をね、聞いてますんで、多分その影響だと思います。また取れるようになるといいですね。ていうか、トリプルセブンでニューヨークにも行きたいですね。あ、もうここは搭乗始まってるんですね。私は G の10ゲートなんで、さらに奥ですね。あ、でもこの辺のお店やってますね、スタバとかやってます。まあ、売店はちょっと閉まってるところもあるけど、あ、書いてありますね、ユナイテッドラウンジ、こちらですね。はい、こちらで搭乗までゆっくりしたいと思います。結構ありますね。今7時15分で搭乗が10時とかだったんで、多分2時間半ぐらいはあると思いますね。これね、ちょっと前回もね、階段で行く方法がよく分かんなくて、前回なんか階段で行ったらなんかね、ロープされてたんですよね。ですので、ちょっとここに書いてあるんで、エスカレーターで行きたいと思います。はぁ、暑っ。あ、上に UA クラブがありますと。よいしょ、よいしょ、こっちですね。あー、懐かしい、懐かしいですね。はい、これがホノルル空港のユナイテッドクラブのラウンジですね。はい、ということで行きたいと思います。じゃあね、スターアリアンスゴールドもこちら入れると思いますね。前 ANA で乗った時もこちら入れました。ということで行きましょう。それでは中に入ってまいりました。こちらはコーヒーですね。
はい、粉コーヒーとディカフェ、残念ながら昔あったカップラーメンはなくなってますね。悲しい。でここにジュースですね。でこちらにシリアルとポーク、豚肉ですね。これはチーズスープ、ブロッコリーとチーズのスープ、あとパンとチーズ、マスカット、豆腐すごい日本の食事。あとお水です。パインのお水もありますね。今温野菜が先ほどあったんですけど、今回収されてますね。はい、後で来ると思います。いや、かなり食べ物は減りましたね。でこちらにコーヒーマシーン、コーヒーマシーンとソフトドリンクです。でお酒はバーカウンターですかね。あ、ドリンクメニューは QR コードをあれすると見れるみたいですね。でこっちにね、はい、ドールのパイナップルのアイスが食べれるようになってます。ではいただきましょう。それではいただいてまいりました。さっきの豆腐はね、あれはね、冷ややっこみたいですね。日本のすごいですね。ハワイでも有名なんですかね。ということで、粉のビールって言ってましたね。はい、いただきます。あ、うまい。ちょっとフルーティーな匂いがするな。でここはドリンクは、ビールが2種類、この粉ビールとバドワイザー、この2つだけ無料です。それ以外は有料ということで、あのモエシャンだと思うんですけど、シャンパンとは思いてあるんですけど有料です。ということで冷ややっこ、これは木綿ですね、うん、めちゃくちゃ硬い、うん、美味しい。 で先ほどなかったね、あのアジアンベジタブルっていうのはブロッコリーとサヤエンドウの炒め物かな。あとは、はい、豚肉ももらってきました。これ豚肉です、うん、あ、これ美味しい。うん、この豚肉はめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ食べてみてください。あとこちらアジアンベジタブル、いただきます。中華っぽいソースがかかってますね。まあアジアンなんで。そうです。あ、でもこれ美味しいですね。一応生野菜っぽいけどどうなんだ。うん、多分火が通ってなさそうですね、うん、でもしっかり味付いてて美味しいです。ということで今ね、7時半で搭乗開始が9時15分ということなんで、そうですね、はい、ってことなんで丸2時間ぐらいありますんで、ちょっと仕事しましょうかね。もうちょっとでね、今仕上げてる動画終わりそうなんで、はい、ひとまずこれ食べて、仕事ねしたいと思います。なんか食事がね追加になったらあのお見せしたいなと思うんですけど、これで多分全部なんじゃないかな。なんか結構ねなくなってるものも多くて、うん、あの食事足してって言ってる人もいました、うん、まあせっかくラウンジいるのに食事なかったらねきついですよね、うん、ということであとゆっくりいただきます。ということでラウンジを出ました。搭乗していきたいと思います。今ね9時ジャストぐらいですね、はい、9時15分がね搭乗開始ということで、もうゲートの前でね待ちたいと思います。ゲート近いのかな。はい、G の2ですね、はい、目の前でした。そういうことなんでラウンジもどんどん回れなんで、ここら辺で待ちましょうかね。はい、ここは G の2です。伝言掲示板とかはないのかな。便名が書いてあるものがなさそうですね。ということでここら辺で待ちたいと思います。ということで登場していきたいと思います。グループ1番はいいね。ちょっと分かんないな、今グループ1って言われたんですけど、まあ、でも普通に行ってるんで大丈夫だと思います。では登場していきましょう。ハロー。Thank you。ということで大丈夫でした。登場していきましょう。今回 37A というエコノミークラスです。エコノミークラスね、左右に3列あるんですけど、なんか私の席だけ2列みたいな、なんかそんな座席あるじゃないですか。今回ねそこをチョイスさせていただきました。いやービジネスクラス乗りたかったですね。ハロー。
ここか。それでは登場いたしました、今回はこちらですね、トリブーセブンのダッシュ200ですね。はい、こちら初めて乗る機体になると思います。いやちょっとね、この3列でずっと343でここだけ2列みたいなところで、ちょっとね左側スペースがあって通れるんじゃないか説をねちょっと考えてたんですけど、全然そんなことなかったですね。ということなので、お手洗い行くときはちょっとお隣さんにね、ごめんなさいするしかないですね。で反対側はこんな感じになっておりまして、こちらね8時間か7時間ぐらい超えたと思うんですけど、はい、モニターはなしですね。タブレットが置けるんですかね、はい、ここで挟んで置けるようになってます。でテーブルと、でこちらね機内安全のしおりの他に、機内デッド航空のマイルの案内とか機内雑誌とかも入ってます。でシートピッチはこんな感じです。結構ね広いですね、はい、で AC のコンセントがここにありますね、はい、そんな感じになっております。まあ、外をね翼ががっつり見える客席になっておりますけども、今はもうねかなり夜が更けております。はい、ということで約ね8時間ぐらいのフライトね楽しんでいきたいなと思います。いやちょっとねこっち側空いてたらね お手洗い行きやすかったですねはい、ということで、まあ、景色はね楽しめるんで楽しんでいきたいと思います。なんでねこれ着てるかっていうと、めちゃくちゃ寒いです。はい、結構あるあるなんですけど、アメリカのね飛行機の機内って寒いですよね。まだ離陸してないのにめちゃくちゃ寒いです。この後どうなるのっていうくらいね感じで、はい、冷えております。今長袖にしてさらにウルトラライトダウン着ております。はい、ということで、もう、私ねグループ1で登場いたしましたので、多分一番最初の方に登場できたんじゃないかなと思いますので、しばらく待ちたいと思います。それでは無事離陸いたしました。ハワイの夜景が非常に綺麗ですね。はい、ということでロサンゼルスまでフライト楽しんでいきたいと思います。それでは機内はですね、もう離陸する前からね真っ暗になりまして、一応ドリンクサービスあるみたいなんですけど、ちょっとどのタイミングかは分かんないですね。もう離陸前から真っ暗で、今も真っ暗でございます。ちょっとねカメラのレンズ的に明るくなって見えておりますけども、まあ、結構長いフライトなので機内食は多分あるんじゃないかななんて思うんですけど、ちょっとこれはよく分かんないですね。では、まあ、ひとまず休みたいと思います。おはようございます。あとね10分ぐらいでシートベルト着用サインが点灯するっていうねアナウンスがありまして、それで目覚ました。おはようございます。ということで今回のフライトなんですけども、飲み物に関しては希望する方にだけ配布するっていうね、そういう感じですね。ですので私はねもうぐっすり寝てましたんで、起こされもせず、まあもらえてないって言ってあっちになります。多分ね言えばもらえると思うんですけど、まあもういいですかね。で機内食はねありません。これも結構びっくりですね。
まあ、時間帯的にね10時から朝6時到着朝6時なんですけど、まあ、それもありますんでやはりね時間帯的にも機内食の提供はしてないみたいですね、はい、結構ねびっくりでした。それはねもう間もなくするとロサンゼルス到着となります。いやねめちゃめちゃぐっすり寝れました。それではですね、無事ロサンゼルス国際空港に到着いたしました。今回ホノルルから、このロサンゼルスまでやはりね国内線ということでお水の提供も希望制、またね機内食も出なかったということで、まあ、飲み物に関してはですね多分私は寝てたから多分提供はなかったんだと思うんですけども、まあ、起きてたらねソフトドリンクはゲットできたのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、機内食はねなかったということで結構ね驚きでした。いや非常にね面白い体験でしたけども、まあ、時間帯的にはね本当に真夜中のフライトになりますんで、まあ、ぐっすり寝れましたんで、まあ、個人的には結構楽しかったんですけど、まあ、寝れない人からすると、ね、結構きついかもしれないですね。うん、まあ、そんな感じで、まあ、今回ね利用させていただきました。ということでここでね一旦動画を切らせていただきまして、またねこのロサンゼルスから、ね、乗り継いで他の場所に行きますんで次回の動画もね楽しんでいただければなと思います。とりあえず次のフライトは日本のアクセスのフライトということで楽しみにしておいてください。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。